ね、みんな身長とかあるじゃないですか、うん、本当に。もう私身長は諦めたので身長もしない、身長実現できないことを無理に望む、あ、叶わないことってことですね。叶わないこと どうしようもない生まれ持ったやつとか、時刻は8時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。2月23日モーニング8、これから生放送でお届けいたします。ギノワン市旧名ギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギノワンのスタジオから、金曜日担当の私マナミンと山内がお送りしております。はい、はい、こんにちは、おはようございますですね。こんにちは、おはようございますはい、はい、今週はいかがでしたか？週末ですよ。しかも今日はプレミアムフライデーなんですよ。わかりますか？もうだいぶ廃れましたね朝やっててテレビで、あ、今日で1年経つらしくて、プレミアムフライデー、はい、でも定着してないからどうしようみたいな、もうどうしようもどうしようもないないし、どうもしなくていいよね、はい、プレミアムフライデーあると思いますか？うちにないですね。ないですね今までいたと、今までいたところっていうか、聞いた話でも友達のところだったり、うん、前自分がいたところも関係なかったですね、うん、プレミアムフライデーは。うちなんてね、はい、割とブラックですからねそうでなくてもねプレミアムじゃないそうですね、まあまあ、うん、仕事を休むことがプレミアムじゃないですから、はい、そうですよね、仕事自体がプレミアムですから。プレミアムなんなのさあ、今日も昨日ぐらいからかちょっと寒くなってきてて、はい、そうですね、うん、昨日雨も降って、うん、だいぶ寒くて夜ね、はい、もうねガッタガタ震えてましたよ、うんうん、はい、私も外に出てたんですけど、外に出てた、出かけてて、あ、屋外にいたんですけど、うんうん、だいぶ寒くて、だいぶ寒くて、はい、車の温度計見たら15度。あ、そんな、でもなんか、あ、もっと思ったほど気温は、あ、と思ったんですけど、うん、でも結構寒くて、寒かったよね、ガタガタしてました。はい、本当ですね、はい、さあじゃあですね、今日テーマいきましょう、はい、今日のテーマこちら、ないものねだり。はい、ないものねだりでございます、はい、ちょっとね早めにテーマ言ったのはですね、このないものねだりってどういうことか、そう、どういうことだろうかってちょっと調べてみたらですね、はい、実現できないことを無理に望むことだそうですよ。例えば勉強もせずに大学に合格するなんてないものねだりということですね、うん、勉強もしないのに東大行きたいなとかさ、ジャニーズアイドルのような顔に生まれたかった、ないものねだり、そういうのよくありますよね、こういう顔になりたかった、ありますね、こういう、それこそ身長だったり、身長だったり体重だったり、体重だったり、いやいや、体重はどうにかなるの？体重はまあどうにかなりますけど、うん、でもこの努力しなかしない今は言うからないものねだりってことですよね。そうですね、うん、金持ちの家に生まれたかったとかね、あ、どうしようもない、どうしようもないですよねアメリカ人になりたかったとか、はい、うちのスタッフがね、はい、アメリカ人になりたかったって、なりたいって言ってますからね、まだもう無理ですからねあ、可能性はなきにしもあらずか、アメリカ人の嫁になれば大丈夫、戸籍上というかいやでもねはい、はい、そんな感じで皆さんぜひですね、あのないものでなり教えてください、はい、僕もまなみもたくさんある、はい、たくさんあります、ね、ありますので、はい、今日はないものねだりで盛り上がりましょう皆さん、はい、はい、なのでリクエストやまたメッセージも募集しています。今日のテーマは
かないものねだりでお送りしてます。はい、仲いいです。メールアドレスは797@fmginoan.com です。また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。またサイマル放送も始まりました。スマホの場合はリッスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみください。ということで、今日のテーマないものねだり。さあ今日も元気に楽しくお送りしていきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いします。はい、本日のオープニングナンバー、今日のテーマにぴったりのないものねだり、カナブンの曲です。カナブンでないものねだりなのに逆に言っちゃいます。カナブンでないものねだりなのに、ないものねだり、カナブン見てもいいな。仕事がプレミアム、いいっすね、マスターさん、うん、ブラック企業の社長が言いそうって。ブラック企業の社長ですから。そのものですか、まさに。プレミアムフライデーってこの仕事が早く終わるとかじゃなくて、最初からあれだと思ってました。なんかこのたくさんお金使おうみたいな、あのもうセールとかしか見たことなかったので、プレミアムフライデーのセール、でもそういうのありますよね。もうあれですよね、早く帰って、早く帰れた分のこの時間をこの外食だったり買い物に使おうねみたいなやつ、うんうん、いやそれのあれでしょ、本当にそれが目的、うんうん、もうちょいこうグイッと来てもいいけど、うん、なんでこないですか、最近なんかあんま見ないですよね。うん、なんで分かんないで不倫した最後、あ、そう、彼があ、ベース。そうなんだ。しかも一番好きだったんですよ、ベースの人が。まあね、不倫したか嫌いなので、ショック、ショックでちょっとあって、え、なんで、なんか悲しくないですか。しかもその人がまず結婚してたのも知らなかったんですよ。1個上くらいで、年が。あんな若いの。若いですよ、私の1個上くらい。カナブン自体若いの。カナブン自体、みんなそれくらいじゃないですかね、同級生。すごい才能がある。それでちょっとショック受けて、あんまりちょっと聞かなくて。いやいや、でもやっぱ引き換えていこうぜ。不倫ぐらいなんだよ。いやいやいや、不倫、もう今でも不倫なんかもうな、馴染んできてますよね。なんか馴染みましょう。馴染ませたい派。馴染ませたい派です。不倫か。だって理屈で考えたら需要と供給ですから、はい、うん、自分の時は OK。 だってあれじゃん、あ、まあ、ま、合ってるってことですよね、要は。そう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 、それがたまたまもうすでに結婚してるかしてないかの問題だから、あれなんですよ。フリーにしたらいいんですよ、別に。フリーに、あ、一夫多妻みたいな、違う、ハフ多妻、タフ多妻、あ、いいでしょ、うん、いろんな男性と付き合いしたいでしょ。さあ一度にはちょっとあれじゃないですか、数はどうにしろ。そうだね。
じゃあコメントを拾っていきましょう、はい、皆さんの、はい、そうですね。時刻は8時10分を回りました。モーニングエイト金曜日担当のまなみんと山内です。お送りしております。山内です。この言い方はちょっとあれですね、うん、なんかの真似してますよね。なんだろう、自分でもわからないですか。わかんないですね。エコさん来てます、おはようございます。そしてみやちゃんぺオンザビーチさん、おはようございます。私ですよ、私、はい、一服堂さん、おはようさん。一度の京都から、まだ朝は寒いです。ブル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 。今朝東京雪降ってたみたいですね、で、あんな寒いんだ、はい、で渋谷でなんか水たまりがあって、なんかこの雪がちょうど溶けた後ですみたいなやつをやってました、ニュース。あんなに寒いんですね、はい、本当は、うん、つるくんさんも、おはや、おはまなみ、おお、おはまなみ、新しい。エコザイルさん、逆プレミアムフライデーですが何かっていうことですね。逆プレミアムフライデーってことはブラックってことですか。そうですね、うん、プレミアムなんて貧相な、うん、貧相ってことですか。貧相なフライデー。特別じゃない。なんかそんなこと誰かが言ってた気もします。私の友達周りで、うん、貧相じゃないって、貧相なフライデーってフライデーみたいな、逆みたいなことね。鶴くんさんもプレミアムフライデーって何ですかってレベルですよね。政府が勝手に決めたのに全く推進してないよねっていうことですね。うん、はい、さあ今日はですね、テーマがなんだっけ、ないものねだり、ないものねだりなんですけども、はい、マサオさん、ヒルトン一族に生まれたかった、まさにないものねだり、ないものねだり、はい、真逆ですもんね。そうですね、マサオさんは。そうなんですか。でヒルトン一族ってもう生まれてる時点でもうなれないじゃないですか。そうだね、しかもね、みんな金髪でかっこいい、かわいくてスラッとしてね、しかもお金持ちっていうね。つるくんさんは、宝くじに当たってお金持ちになりたい。あ、これはわからないですよ、まだ今から。そうですよね、うん、生きてるうち、そうです、何かあれば、何かあるかもしれない、うん。ナルトラさん、おはようございます、金はいくらあってもないものねだり。おお、どういうことですか。お金じゃ解決できないってことですか。ああ、そういう意味かかなって思います。まあでも結局そうですよね、ないものねだり、なんかもう叶わないことって言ったら、もうお金かけてもどうしようもない。確かにね。うん、でもジャニーズの顔立ちになるのはお金かければできるんじゃないですか。なれますかね。でも相当かかるかもしれないですけど、人によっては。この俺がだったらどれぐらいかかる。この今の時点 の, ほら、今の時点のもうくたびれてるのも全部あるじゃん。投資のあれとかもですか。このそうです、身長も全部、身長も全部どれくらいかかるんですか、ね、どれくらいかな。さあ、マサオさん、さっきね、仕事がプレミアムという僕のこの名言をですね、うん、仕事がプレミアム、ブラック企業の社長が言いそう。うん、まさに、まさに。ディーパーさん、おはようございます。さらに、ブラックで話が来てますね。仕事を早く終わらせて、うん、その時間を消費に回そう、だから安くしようってやつですね。月終わりの花金にご褒美で、うん、花金っていう言葉もまずなんかあれですよね、プレミアムフライデー的な、なんかなんて言うんですか、この金曜日だから豪華に行こう、なんかパーッと行こうぜみたいなやつですよね、うんうん、まあ明日休みだしみたいな、うんうん、はい、うん、それがさらに週末、あ、この月末になるとプレミアムフライデー格上げされた感じ。よくわかんないですね。高松マリーさんも来てます、おはようございます。新しい部署、雰囲気がブラックっていうことですね。雰囲気ブラック、雰囲気が、うん、どうですか、うちはブラック企業ですけど雰囲気までブラックですかね。いや、そんなことはないんじゃないですか。本当ですか。どうですか。僕は分からないです。雰囲気ブラックですか。ブラックじゃないですか。いやいや、自分で言うんですか。意外とマナミの悪口言ってますね。いやいや。はい、マサさん、マナミンの声の出し方が本格的な感じになってきたね。お、ありがとうございます。いいですね、うん、ですね、キキマルさん、おはようございます。栃木も雪かきでした。雪かきでした、でした、でした、まだ降るのかよって感じです。
本当にまだ降るのかよですよね。本当ね、2月終わりますけどね。東京では4月の初めに雪が降るんだよ。名残雪って言うんだけどねって、高松真理さん。あら、いいですね、名残雪。名残雪っていう、あ、そういう意味なんですね、うん、そんな高松真理さん、新しい部署がですね、いきなり物を投げるおとなしい人が、これはかなりのものですね。あ、やんでますね。本当にブラックですね。本当ですね、これシャレにならないですね。どんな感じなんだろう。うちはちょっと規制を発する人はいますけど、物投げる人はいないですね。物投げたりはまだ今のところないですね。ないですね。そのうち出てくるんですかね。出てくるんですかね。大塚健二さん来ましたね。埼玉は今小雨、4度で寒いですということです。はい、マサオさん、雰囲気はピンク。ピンクがいいね。銀トロさんも来ました。ないものねだり、健康な衰えぬない体と永遠の命。お究極の、究極のないものねだり、究極ですね。いいですね、このように皆さん、まだまだメール、はい、そしてコメント拾っていきますので、今日はですね、ないものねだりでお届けしていますので、はい、よろしくお願いしたいですね。本当にね、一言でもいいですよね、この、なんだっけ、健康な衰えのない体と永遠の命とかですね。そういったもう単純なあれでいいですので、ぜひ皆さん、いろいろ絡んでください。はい、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com です。はい、皆さんどしどし参加して楽しみましょう。マサさん、まだ遅くない。時刻は8時17分を回りました。79.7MHz FM ギノワンよりお天気交通情報をお伝えします。はい、まずは沖縄地方のお天気から、うん、本日23日のお天気ですが、曇りのち晴れで、北東の風やや強く曇り、昼過ぎから時々晴れ、波の高さが 2.5m のち 2m ということで、沖縄本島地方の沿岸の海域では23日昼前まで波が高いので、海上や海岸付近では高波に注意してくださいとのことです。はい、波が高いんですね。波が白が立ってる時はだいたいちょっとね、風がある日ですね、ここから見て。あ、少し立ってますね。はい、はい、で降水確率ですが、午前中 20%、午後から夕方6時にかけて 10%、 夜は 0% ですね。もう晴れ、おお、晴れるんだ、はい、夜やったね。はい、日中の最高気温が20度となっています。暑いのか寒いのか、もう20度が何なのかわからないですね。20度が何なのかわからないですね。はい、はい。以上お天気をお伝えしました。はい、続いて道路交通情報ですが、高速道路ではスムーズに流れています。目立った混雑渋滞はありません。一般道ですが、これ国道58号線が大変になってますね。大蛇名からアジャまでずっと渋滞が続いています。那覇向け、大蛇名から那覇までアジャまでですね、長い渋滞、国道58号線続いています。那覇向け、これはですね、こちらちょっともしかしたら実行などがあったかもしれません。回避した方が良さそうです。国道58号線ね、国道330号公営の交差点で渋滞、そして公営の交差点から、西原インターチェンジ入り口付近まで、ガネコ向けで渋滞が起きています。また国道330号那覇向け、大平インターチェンジから、古島ジャンクションまで混雑と渋滞が続いております。さあ今日はですね、国道58号線大蛇名からアジャまで、最新情報でもちょっとね、長い渋滞となっております。皆さんぜひですね、イライラせずに、車走らせてくださいね。はい、はい、いただきたいと思います。はい、で本日の
スタジオからの天気ですが、はい、雲が厚く覆っていますね。海、まあ水平線は綺麗に見えつつ、波もちょっとありつつ、そこまでどんよりしてる。晴れてはない。どっちなんですか。だそうです、はい、皆さんです。伝わりましたか。ちょっと伝わらないあれですが。ですね、ちょっと各地の天気もちょっとコメント新しく入ってきてるので、うん、鶴くん、ちいちゃん、神吉さん、新潟は最高気温が5度本日ですね。さらにさらにあったんだけどな、どれだっけ、あれ、あ、リーパーさん、今朝の気温、熊本は0度。え、寒いね、熊本ってあんな寒い。熊本で0度、ね、同じ九州でも、まあ、違いますよね。違いますね、うん、急に寒くなりましたので、皆さん風邪とかも気をつけてください、はい、以上、以上、お天気道路交通情報をお伝えしました。さあ、ここで一曲をお届けします。エコさんのリクエスト、 CCB でないものねだりの I want you。 あるんですね、ないものねだりの曲。あるね、結構。さっき名残ゆきって誰か、あ、高松宮さん言ってたから、名残ゆきの時間かけようかな。沖縄来てくださいね、移住計画。移住。あったかいところに住みたいとかもないものねだりなんですかね、あっちの人は。ないものねだりっていうか、あったかい、なんていうんだろう。住めるんじゃないですか。まあ、頑張れば住めますね。ないものねだり。例えば中藤さんは朝出勤するときにモーニングエッド聞いてるらしいですよ。みたいね。でその後こっちが入らなくなったらこっちが聞いてるって。そう、私もそんな感じでやってるんですよ、うん、最初浦添家のところこざ入らないので、宜野湾聞いて、で宜野湾がちょっとジリジリしてきたときにこざに変えてみたいな。どうなんですか、モーニングエッド面白いんですか。面白いんじゃないですか。なんか楽しんでましたよ。割と今日のテーマはこれでしたよねみたいな話とか、そういう。で面白いのがこっちで今日は何の日やって聞くじゃないですか、まず。で小座にもうそろそろ近づいた時にもう一回このマイオアシスでも今日は何の日聞くんですよ。2回聞くってなんか。でも触れ方が違うじゃないですか、やっぱ、うん、その人によって。そうだね、だからそれをチョイスも違うし、同じ花言葉とか一緒ですけど言い方が違う、言い方なんか違うから面白いな、うんうん、友達にこのモーニングエイト今やってる話とかはするんですけど、みんな起きれないって言って、いやいや8時だよ、起きようぜ。みんな起きれないって言って聞こないんですよね。ガチャひっそりやっとくねみたいな。
車で見たらさ、車で聞いたらさ、はい、俺前足とか昔やってた時は、はい、たまに聞いてた、うん、車で、はい、CD にしてから、あその時はなんて面白いんだろうと思ってたんだけど、自分で自分でこの聞いたしすごいとかって勝手に思ってたんだけど、どうなんですかね、どうなんですかね、知らない人が聞いたらどうなんですかね、どうなんでしょうかね。一応、でも一応最近モーニングエット全部基本毎日聞いてますけど、面白いですよ。なんか知ってるからっていうのがあるさね。ああ、そっか、それがあるのか。そう、見えてないか。これと金星知ってるっていうの。ああ。今日から聞いて、石ころさん、今日僕が喋ります。時刻は8時26分を回りました。モーニングエイト金曜日、マナミンと山内子お送りしております。はい、はい、ですね、今日は何の日か、はい、はい、忘れるところでした、ね、忘れるところでした、はいはい、そのままいいんですか、コーナー。どうぞ。はい、それではこのコーナー、うん、今日は何の日のコーナーです。はよ、まずは沖縄手帳からご紹介します、うん、はい、本日2月23日日の絵犬、旧暦の1月8日です。はい、満潮時刻が11時54分、うん、干潮時刻が5時35分と18時51分です。で、手帳から見る今日は何の日ですが、はい、犬年生まれの生年祝い、税理士記念日、かっこ無料相談会って書いてある。そんなのがあるんですね。ね、うん、あと沖縄エイサーの始祖、台中超人、京都で没、1693年常人ね、常人、台中常人、台中筋肉前のですよ。はい、はい、今日なんかいろいろありますね。いろいろありますね、はい、さあ、インターネットからも今日は文の日だそうです。はい、これは文の日ね。ただ毎月って、うん、あれですよ、23だから文の日、しかも皇太子が誕生日、そうですよね、今日。へえ、そうなんだね、はい、近藤勇が土方歳三ら、何これ、人情組、なんだっけ、新選組じゃないんだね。新選組違うんですね、うん、うん、ごめん読めないです。1863年の今日、特にあとはいいかな、何かありますか。ありますかね。ローマ法王ヨハネ・パウロ2世初来日、うん、なんかローマ法王何年か前に話が話題がなかったですか。あんまりわからない。あんまりわからないね。名前は聞いたことあります。名前は聞いたことありますよね。はい、はい、では今日の誕生花が杏子の花。杏子、うちの娘の名前ですね。杏子ちゃん、杏子ちゃん、かわいいですね。かわいいです。ゆずきと杏子。おお、どういうこの並び、並び素晴らしいでしょ。いいですね、うん、かわいいわけ、ネーミングセンス。で、花言葉が乙女のはにかみ。あら、あ、かわいい。うちの杏ちゃんにぴったりですね。乙女のはにかみ、これを知っててつけたわけではないんですね。知っててつけてますよ、もちろん。後付けですか。はい、はい、以上今日は何の日のコーナーでした。じゃあメールとコメント、はい、あなたメール読んでね、はい、リスナー、チキンのやつはよ、チキン。リスナープレゼントのチキン食べたいですわ、関係ないですか。あれ俺でも後で、はい、時刻は8時30分を回りました。モーニングエイト。さあ、モーニングエイト、今日のテーマいきましょう。今日のテーマ、ないものねだりです。ないものねだり、はい、はい、ですね、コメント来てますよ。マサオさん、小学校時の夢とか世界制服だったな。世界制服、世界制服、まさにないものねだりかもしれないですね。世界が欲しい。どうですか、
世界征服したいですか。世界征服、世界征服どうですかね。大変そうじゃない、ま、世界まではちょっと考えたことがなかったです。お、日本はある、沖縄はある、沖縄くらい、浦添、浦添くらい、まずは征服ってでも大変そうだけどな、うん、相当な、意外と好き勝手できないんじゃないですかね。むしろこの見ないといけないじゃないですか、多分。だからちょっと大変だっすよね。大変だと思いますね。しかもちょっと嫌われたくないっていう人間のあれがあるので、はい、やりたい放題できないと思うんですよ、ね、あ、そうですね、うん、しかもやりたい放題もしやったとしてもこの反発がすごいじゃないですか、多分。そうだね、それに耐えられるか。そうだから反発しないように前世をしかないといけないじゃないですか。そしたら大変ですよ。あ、じゃあ難しいですね。難しい、そんなマスオさん、いくつかありますよ、カメハメハが打てるようになりたい、うん、これはもう小学校少年たちの夢でしたね。練習しますよね。マスオさん、マナミンの2019年カレンダーが欲しい。お、私の、うん、マナミンのどういうこと、カレンダー、マナミンが写真が載ってるってことですか。1月はこんな感じでっていや、嫌だよね自分でも嫌ですよそれが、作ってみる、ダメです写真写りがまずそうだね、一回作ってみるか。誰にやってて作るんですか。マスオさん欲しいって言うんだもん需要じゃここだけしかないじゃないですか。そうそうそう、1つしか、ここだけのためにやるのはちょっときついな、うん、他にもいればね、まだあれですけど、うん、だからスタッフのやつを作ればいいんじゃないですか。あ、でもそっか、いや変わらないですよ、そ需要なんてあんまないでしょ。需要、いや、リスナーさんにはあるかもしれないですよ。ないですよ。とかこのやっぱ人気のパーソナリティのところは欲しいとかあるかもしれないですか。それはあれですけど、スタッフでしょ、ゆきちゃんに、何、さっこに、あなたに、はい、めぐで、講座とかも含めていや、いいよディーパーさん、ないものねだり、仕事柄農作物相手なので、ね、休みたい時になかなか休めない。うん、会社員の方みたいに農家にも有給休暇が欲しいということですね。あらあらあら、そっかない、その代わりちょっとあれじゃないですか、雨の日に休めたりもするんじゃないですか。そうでもないのかな、雨の日とか。あ、そこどうなんですかね、また手入れがあったりするのか。あ、でもね、暑い時とか大変だからね、年中気にしないといけないのは。でも大変ですよね。そうだな、大変だよね。一福堂さん、ないものねだり、ギャラリーカフェやりたい。お、これは実現可能じゃないですか。ここでってことですよね。あ、ここでじゃなくて、なんかいろいろ場所を、京都で、うん、ありますか京都でじゃないですか。京都で、お、一福堂さん京都の方なので、うん、出張出張 FM 芸能は出張しすぎるナルトラさんはね、FM技能のカレンダー欲しい。うん、ほら、いるじゃないですか。だからそれは多分全体のですよ、パーソナリティさん可愛い子多いですから、綺麗な人も多いですね。じゃまずそこから始めて、いや、マナミンから始めようぜ通年マナミン、1月から12月まで、ま、でいや、ないですよ、そんな。あの、衣装変えて、衣装変えて、うん、例えば、あ、じゃあ夏になったら1月、夏はもうビキニじゃないですか。ビキニ、あ、無理ですねで、クリスマスはやっぱりサンタでしょ。12月は、あとは何がある。1月は何、1月お正月しか思いつかないですね、うん、あ、じゃあ1月はもうあれでいいんじゃない、何でしたっけ、浴衣じゃない、着物。2月はバレンタインだから、バレンタイン、チョコチョコは何ですかもう話がだいぶ固まって、4月はもう新入生ランドセルセル、幼稚園の帽子、あ、いいね、いいね誰がこれを見たがるんですかね、不思議だよな怖い、俺もやって途中でもういいやってなりそうだな。それこそじゃないものねだりですね。そうですね、ちょっとかなわなさそう大塚健二さん、ないものねだり、ずらでなく本物の紙が欲しいこれぞですね。あ、これはでも結構多い、ないものねだりじゃないですか。そうですね、私も髪の毛に関するないものねだりがあるので。お、何ですか。髪質が、あのね、
サラサラの髪の人がいるじゃないですか、生まれつき。はいはいはい、サラサラじゃないんですか。ここサラサラじゃないんです、ゴワゴワなんです扱いにくい髪の毛なんです。そうなんだ。ですね、なぜか石ころさん一番欲しいものになってます、はい、トランプさん、うん、トランプさんばりの権力と財力と髪型うん、トランプさん、僕はトランプさんでもあれですよ、あの憧れますね。憧れますか。うん、どういうところが。なんかかっこよくないですか。かっこいいです。男にとってはもうロマンをすごい叶えてるじゃないですか。金持ちになって美人の奥さん捕まえて、うん、何、さらに大統領にまで上り詰めてるんですよ。それはすごいと。手に入れるものほとんど手に入れたみたいな、うん、あ、しかもヒールっていうのがねもうたまらないですね悪いやつって感じじゃないですか。そうですね、うん、あ、全部揃っていやでも、うん、どうなんですかね、どうなんですかねさあ、メールも来ておりますので紹介してください。はい、はい、メール、うん、ではいきます。マナミンおはよう、ヤマチンおはよう、おはよう、間違えエコサイルさんからですねいつもこのチューを入れてくるじゃないですか。なんでチューを入れないのあなたはいやまあまあそこはで、今日はヤマチンの下にもチューが入ってて、うん、おえって間違えた間違えたってことですね。間違わないで、うん、はい、テーマはないものねだり、彼女欲しいマジで、お金欲しいマジで、現場からは以上です。スタジオのマナミンにマイクをお返しします。ヤマチンには渡さんでよっていいさ、はい、まあこれはもう切実ですね、うん、彼女欲しいって。彼女欲しいはないものねだりですか。じゃないんですよ。じゃないですよね、はい、紹介してあげてくださいあなた。あ、そうです、なんか、あ、そっかじゃ真剣にちょっと周りの友達を探ってみましょうかね。うん、おじさん好きいない？おじさん好き、今のところこの最近会った友達の中ではいないんですよ。もうちょっと幅を広くしたらいるかもしれないです。あれ見て、鳥が止まって空中、何あれ今ですねスタジオの外、鳥が止まって空中でバタバタしてる。風そんな強、ホバリング、あれ風すごいすごいね風吹いてないですよね。しかもあっちにいる鳥はちゃんと飛んでるんですよ。わあすげえ、おすげえ、初めて見たあんなのあ、またホバリングしてる、ホバリングすごい、すごい、自らやってるってことですよね。そうですね、すごいですね面白いのを見ました、ね、はい、面白いですね、はい、さあ、本日のテーマはないものねだりです。皆さんまだまだ、はい、メール募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。はい、はい、どしどしお待ちしております。お待ちしてます。さあここでですね、進撃のめいちゃん、まだメール読んでないこれからですが、リクエストだけ書きましょうね。アビーチで Dear Boy。マサさんいいこと言う。ん？マサさんいいこと言う。何ですか？見つけました？あれですか？ヒール感より優しさがにじみ出てるからな。そうですね。おお、褒めますね。たまに褒めてくれるね、マサさん。すぐ行けるスキー場。大塚健二さんからの、クレームはどうしよう、後で読みようかな。クレーム紙質あるだけいいのにいやそこがまさにないものねだりじゃないですか。あは、なんか紙が欲しい人にとっては、うん、もうそんなのどうでも、紙質とかじゃなくてとにかくみたいな感じじゃないですか、うん、でもやっぱ紙が、紙質、髪が多いのも嫌なんですよねって言ったら怒られる。多いの？多い、多いっぽいなすよね、はい、ちゃんと見てみたら確かにちょっと癖っ気だね。切りに行きたいんですけどタイミングがなくて。ストッパーって言ったら
あ、そう、ステパー合ってるか、もうちょっと待つかで迷ってます。夏、夏まで。なんでまだまだで。もうちょっと暑くなるまで。ストッパーあるじゃないですか。まだまだだよ。まだまだ。まだまだ。ストッパーで2回しかかけないな。あの期間が、期間っていうか持つあれが変わるじゃないですか。だから何回かかければいいじゃないですか。そんな頻繁にかけれないじゃないですか。なんで？ストッパー。お金かかるし。ああ、そうか。うん。そう。エコさんがマナミのコスプレカレンダー欲しいってよ。本当に欲しいんですかね。猫カレンダーみたいになりそう。あれですか。純熟言いましたね。純熟言いましたね。純熟。猫は相当可愛いですよ。猫。書いてある。あ、自分で言ってないの。あ、違う、猫カレンダーみたいになりそうって書いてあるんですよ、マスオさんからの。そうなんだ。そんな猫と猫に勝ることはないと思います。いやいや、勝りますよ。いやそんな。本当だ、ほっこりしそう。スタッフのプロマイドでお試しどうですかね。まずは、あ、飾るのでも面白そうじゃないですか。じゃ、昔やったんですよ、 FM 講座カレンダー作ったんですよ。あ、そうなんですね。もうめんどくさくて、大変でしたね。どういう風に、でそこまでこう、なんていうの、そこまで別に取り上げられることもなく、うん、あ、でもなんかスタッフ紹介みたいなの楽しそうじゃないですかって思うんですけど。あの、Facebook だったり。ああ、それはいいかもね。ただカレンダーにしたら、カレンダーはちょっと、カレンダーより前の手段はありますかね。なんかカレンダーってちょっと大々的じゃないですか、1年だから。 それ以外でなんかあるかな。なんかある、なんかありますかね。なんだろう、手帳。手帳メモ用紙。あ、メモ用紙。写真でメモ用紙が右に載ったみたいな、しおりみたいな。誰も使わない。しおり自体あんまり。カレンダーどうなんだろう。これはスタッフというよりはパーソナリティさんじゃないですか。講座でやった時もパーソナリティさんほとんどあれにしたんですよ。スタッフは一人ぐらいかな。やっぱそれぞれポーズとか格好とかもして1月から12月までやったっけ。あ、でも楽しそうですけど。楽しかったよ、うん、だったら面白そう。やってみるじゃん。ちょっと、あの、私は出ないやつですよね。違います、パーソナリティ。何でマナミに欲しいって書いてあるの。マナミンが。それとこれとはまた別に。5ヶ月、半年ぐらいはマナミンで行かない。え、最初の6ヶ月はマナミン。せめて1月だけ。うん、6月まで。6月までだろ、それ以降。7月から違う人。意味が分からない。2人のカレンダーになるじゃないですか。山内さん、じゃあ後半行きますか。あ、サンタとか。何があるのか。イベントが、あ、そっか。マナミやっても、まず写真写りからよくしないといけないですね。そっか。じゃあマナミンコーナー行こうか。はい。姿を喜びますか。本当に。まあ、いるのかもしれん。時刻は8時45分を回りました。モーニング8、金曜日、マナミンと山内がお送りしております。喜ぶんだったらやりますけ
いきなりラジオ聞いてる人はいきなり何が起きたかわからないですよ。はい、じゃあこのコーナー行きましょう。マナミンコーナーでございます。はい、週末ユンタクトラベラー出ました。はい、どんなコーナーですか？このコーナーは、私が個人的にこの週末行きたいなと思ったイベントであったり、はい、スポットを紹介するコーナーです。でまさか、まさかじゃないや、ま、先週茨城と何でしたっけ、茨城と沖縄の交流物産展に行ったんです。行って、はい、なぜ茨城かっていうのを謎を茨城空港の方に聞いたら、うん、この茨城と那覇間の直行便が期間限定か何かこの冬だけとかっていうので就航してたみたいで、それがこの期間が延長というか普通にもう飛ぶようになるそうで、スカイマークから出てるそうなんですけど、チラシをいただいて、でそれ、これ茨城札幌、あこっち茨城の花ですよ、裏が茨城札幌で、でこの就航を記念して、じゃあこの茨城のなんか特産名産とか美味しいものをなんかみんなに食べてもらおうよみたいな感じでイベントを考えたということでした。であんこう汁っていうのがちょうどこの茨城空港のブースの向かいにあって、でなんか真冬とかになるとこういうのが美味しいのでみたいな感じで、美味しかった？食べてないんです。ささっとあれしちゃったんですよね。帰っちゃった。はい。あ、もう入れなかったんだ。ちょっと長く入れなくて事情で。雰囲気が。違います。雰囲気めっちゃ良かったです。てか人が多かった。結構いたんですよ。どんな場所でどんな場所で、はい、どんな雰囲気で行われてたんですか。あの那覇のこの平和通りにちょっと交わるというか、サンライズ通りっていうんですか、サンライズ那覇って書いてあったんですけど、通りで、まあ、普通の商店街みたいなところで、この両端にブースがある感じで、でこのちょうどそこをまっすぐ通って平和通りに突き当たる、この T 字路みたいになってるところに舞台がポンとステージもステージも作られてて、でただそのステージで多分決まってるんでしょうね、この出る時間帯ね、時間帯、この出番がない時にたまたま行ったのでもうガランとしてたんですけど、そこのステージに子供が立って、お父さんが写真撮るっていうなんかフォトスポットになってました。いいですね、なんかやっぱり手作り感があって面白そうですね。結構来てましたよ。であと、そういう感じです。あ、お隣のこの茨城の隣の栃木とかもブースを出していて、でその他の熊本であったり北海道とかよ、ね、すごいですよね。まあ、それはなんかこの主催者の方がちょっといろいろそういうこの県の大使とかと関わりがある方で、だからやっいろいろな地域も混ぜてみたみたいなことを話してました。なるほど。ディーパーさんが、熊本の特産品物産何がありましたか？熊本何ですかね、さらっちもちょっとさらっと通っちゃったんですよね。ディーパーさんごめんなさいね。すみません、ちょっと力になれず、ね、興味ないことには全くこう示さないんですよ。この人はいやちょっと時間がね。熊本はね、熊本そこまで興味がない。いい、でも見慣れないのが結構あって、あの思ってた熊本の名産とは違いました。何ですか熊本の名産って？なんか熊本、まずくまモンがいて、くまモンがなんか、はいはい、デコポンみたいな持ってるイメージないですか？ああ、あるあるあるありますよね。あのイメージがすごい強かったんですよ。そっかそっか、確かにね、はい、ということです。はい、そして、はい、もう一つ行ってきた、はいはい、今週行ったばっかりの、読谷夜あかりプロジェクトの琉球ランタンフェスティバル、はいはい、これ行きたいんですよね。これ今週で終わりますよ、2月の25日じゃあ行けないな。いや頑張って、これは行くべきですよ。これ結構あの7時半くらいから行ったんですけど、9時過ぎくらいまで友達といましたよ。そんな長く入れるんだ。結構入れました。で、あの
なんといっても面白いのが、うん、このいろんな地域の人とかが、うん、この作ったランタンを募集して、それをなんていうんですか、この投票して、うん、この金賞とかを決めるのがあったんですけど、で私が行った時にはもう一応決まった後だったので、うん、これは金賞とかこれは FM 読谷賞とかもあったんですよ、はい、いろいろあったんですあのホテル賞であったり、うん、っていうのが、でそれがもうすごいなんか個性的なものが多すぎて、おいいね、後で写真を見せますねもう、うん、めっちゃ面白かったですいや一回こうしたんですよ、はい、そして雨降ってて、うん、昨日も雨でしたよ。昨日も雨でしたよ。途中から雨が降って。あ、途中からだからいいじゃないですか。はい、うん、もう最初から。最初、あ、最初からはあれですね。でもだって外でしょ、うん、あれ。外です。うん、一応でもテントというか、うん、このちょっと座れるような場所もあって、だからまあ雨宿りもできるっちゃできますよ。で屋台とかもあるので。雨降ってる中まで降ってる時まで行くあれかね。でも結構綺麗ですよ。なんかもうあの幻想的、異国情緒漂うというか。じゃあ来年行きます。結構来年、来年なかったらどうするんですか。あると思いますけど。来年なかったらもうその、はい、その次の年に行きます。次の年。いやこれはぜひ行ってほしいですよ。はい、はい、それでは、はい、今日今週おすすめの、はい、イベント。イベント。はい。がこの琉球ランタンフェスティバルと、まあ、あと一つあるんですけど、これを何と言っても押したい、はい、あランタン、はい、ランタンを押したい、もうこれだっていけないよ、あのこれ2月の25日まで今週じゃないですか、うん、時間が結構夜の10時くらいまでやってるんですよ。うーん、なので、まあ、週末の天気どうか分かりませんけど、プロジェクションマッピングとかもやってるので。何のプロジェクションマッピングをやってるんですか。プロジェクションマッピングの内容、FM見たん？あ、ではなく、このなんていうんですか、この紫村で行ってるんですけど今ちょっとボケたんだよですね、週末は土曜日曇り、日曜日が曇り一時雨、はい、はい、はい、ちょっとあいにく、ちょっとあいにくの傘をさしていくべきです行かなさそうですねあ、僕ですか、はい、あ、僕はもう本当にねいろいろ今週も詰まってるんですよ、はい、詰まってますか、うん、まあ、うん、予定をキャンセルしても行くべきな、はい、あれですか。予定によりますね予定いろいろありますよ。いろいろありますか。このジャナも見に行かんといけないし、家族のこの、あ、家族卒業祝いがあるんですよ、親戚の、はい、それも行かんといけない、土曜日ね。親戚のお祝いにはちょっとあ、親戚のお祝い、そっか。で今日は、うん、あのずっと10時ぐらいまでこっちにいないといけないんですよ、はい、いるか逆にこっち、うん、あ、こっち見てその間に、うん、何していいかわからないですよ、そのままそれ見とくか、はい、まあぜひ、うん、まあもう一つは、はい、もう一つのおすすめ情報がひまわり畑だったんですけど、うん、天気があいにくなので、うん、まあ、どうかなっていうところなんですが、あ、ひまわり畑の方が行きたいですけどね。ひまわり畑、うん、北中の沖道っていうんですか、うんうんうん、あの中城公園の近く、うん、結構すごいみたいね。 あ、 あっち行ったことなくて、あの中城公園は行ったことあります。なんかね、はい、一面にこう結構ふわーって咲いてるらしいですよ。うん、うん、へそっち行ってくださいね。じゃあそっちもあ、でもそっか行ったのかあなたらが行くんでしょなんすか、錯綜してますよちょっとこんがらがりましたということで、はい、ぜひ読谷今日のおすすめはランタン祭りと、はい、とひまわり畑、はいはい、来週行ったのが聞けるんでしょうか。ひまわり畑どうなんでしょうか。どうぞお楽しみに、はいはい、以上週末ユンタクトラベラーのコーナーでした。さあ、ですね、バックに流れているのはもうおなじみですね。さっきね、高松真理さんが名残雪の話をしてたので名残雪お聞きください。降る時の星
ビャコさん、おはようございます。あ、おはようございます。そう、プレミアムフライデーなんてねえよ、本当に長文メッセージ送って。FM ギの話をないね、まあ、読みたんなるだしねでも、あの、FM 読みたんショーがあのミニオン風みたいなやつだったんですけど、ミニオンじゃないんですよ、全然。これやばくないですか？うちのスタッフはディスるっていう。これミニオンじゃないです。本当これ何なの？FM 読みたんショーですよ、これ。他のは？大賞は？大賞、あ、金賞取って、金賞取ってない。あの、面白いのをとことん取ったんですよこれとかドアラ、金賞が必要です。この写真をですね、はい、見る限り、はい、いかんでもいいかなっていう。いや、あの、綺麗なやついかんでもいいかな。いや、これは行くべきです。中国品質です、本当にあ、でもまあ確かにランタン、中国風でもっと撮り方だね、前見もっとぼんやりこう撮らない。ぼんやり、うん、カメラワークが。いや、でも友達とだいぶはしゃいできましたよ。ナイスです。さあ、ですね、お送りしているのはイルカで名残雪でございます。本日のですねテーマは、ないものねだりですね、はい、何をしてるんですか放送中、はい、何をしてるんですか、はい、失礼しました。失礼しました、はい、ですね、ないものねだり、皆さんぜひメールコメントまだまだ、募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です、うん、はい、はい、ぜひですね皆さん、メールそしてコメントで絡んでください。9時台ニュースを挟んで、はい、テーマトークいきますのでよろしくお願いします。リャクさんのリクエストも書きたいな。結構さん、いろんなことに興味を持た、あ、興味は持つんですけど、ひどいメールだな、ビャコさん一部訂正。あれ、サバナクルのシンクね。ん？シンク。キー、かけまっせ。ひまわり、また今日行ってみたいな。ひまわりですよね本当はね、ランタン行こうしたっけ。あ、いや、ランタン行った方がいいですよ。あの、雰囲気がいいです。でも外人結構いました。うん、来年行きますよね。来年今週はどうしてもなく動けんわけ。じゃあ私も今週ちょっと行けないわけ。土日で行けなさす。ひまわりは行きたいと思います、日曜日に写真も撮ってきてよ。はい、okay。 はい、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずは琉球新報一面から。中城2小15人学級に
県内初1から3年4月から、中城村が2018年度から学力向上などを目的に小学校1から3年の学級数を増やして1学級15人程度の少人数学級の導入を計画していることが21日分かりました。村議会3月定例会で提案するとのことです。村の担当者によると、市町村独自で少人数学級を導入するのは県内では初めてで、全国でも珍しいといいます。比嘉義晴教育長は、きめ細やかな教育が可能となり教育的価値が上がると強調しました。実施するのは村内3校のうち中城小学校と津波小学校の2校、児童数の減少で生まれる空き教室を活用し学級を増やすそうです。続きまして、こちらも琉球新報から、米軍機飛行停止、署名提出を報告。昨年12月に米軍ヘリの部品落下があった宜野湾市緑ヶ丘保育園の宮城智子父母会長と神谷武博園長らは22日、宜野湾市役所に松川正則副市長を訪ね、政府に米軍機の保育園上空の飛行停止を求める署名12万6907筆を提出したことを報告しました。松川副市長は、普天間飛行場の危険性除去に向け、我々もさらに一生懸命取り組むと語りました。続きまして、沖縄タイムスから、松屋5月にも沖縄進出、牛丼とんかつ大手チェーン初年度5から10店、牛丼チェーン松屋やとんかつ店松の屋を展開する松屋フーズが今年5月にも県内に初進出することが22日分かりました。初年度は沖縄本島中南部に5から10店舗程度の出店を目指します。県人口の増加や好調な県経済を追い風に、沖縄には近年県外大手外食チェーンの進出が相次いでおり、外食産業の競争が激化するのは必至です。当初は松の屋の業態で出店し、とんかつ定食などを500円から提供します。営業時間は基本的に年中無休の24時間を想定、商品をレジで注文して席まで運ぶセルフサービス方式を取ります。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。そうなんですよね、手を尽くしてやっと声が少しも戻りつつ、だいぶ戻ったんじゃない、だいぶ戻りました、うん、てか戻ったつもりだったんですけど今はい、うん、なんか今またちょっとでも、見えるか。
一緒に行こうって献血のことだったんだ。ん？何ですか？今メール来てるやつ、みんなの友達です、多分。あ、来てる。はい。おー、いいじゃん。よかったね。起きれないって言ってたね。あ、間違った。ここでちょっとジングルエルルのダサかったな。なるほど。時刻は9時6分を回りました。モーニングエイト金曜日担当のマナミンと山内がお送りしております。はい、はい、今日のテーマは、うん、ないものねだりです。ないものねだり山内さんのないものねだりは何ですか？僕はやっぱり今一番欲しいのは身長ですね、はい、あ、身長、うん、どれくらい欲しいんですか？あと180くらい欲しい。180、男の人ってそれくらいが理想なんですか？180。そうですね、90いったらもうちょっと化け物じゃないですか。こんなこと言わんけばよかった。嘘です。敵に回しますよ。90はね、ちょっと大きすぎるので。今な、知り合いにいたんで、前の職場に90、190超える人がいて、うん、結構でかいですね。そんな人はもう恋愛対象にならないでしょ。対象、まあそれはやっぱあれじゃないですか、その人との、まあ、相性による。けど、あとやっぱりジャニーズ系の顔ジャニーズ系じゃないな。昨日ね、はい、この番組に、はい、ハーフの人が来てたんですけど、はい、ハーフ、あのジェームズ・ディーンみたいな、ジェームズ・ディーンみたいな、はい、そんな顔になりたいです。ないものねだり、 ないものねだり憧れますね。お金でどうにかなりますか？なりませんな、あれは。骨格変えないといけない。骨格から、うん、ないものねだりですね。はい、あなたはどうですか？はい、私はもう身長は諦めたので、うん、今155なんですけど、うん、あ、分かった、はい。あ、もうそこも諦めてます。今うんって言ったの？違う。でも違います。違う、あそこももう諦めた。もうこれでこれでいい。はい。ダメですかね？ダメです。してはいぐらいかな。でもまあいろいろありますよ。何ですか？それを聞いてるんですよ。あ、なんだろう、もっとまあやっぱ可愛くなりたいのと、うん、なんだろう、ないっすね。でも考えると止まらないですけど、ちょっと今止まりましたね。厄介ですね。どうしましょうか。じゃあメール読みましょうか。失礼しました。はい、メール読んでください。はい、はい、うん、はい、まなみん、やまさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日のテーマ、ないものねだりですが、うん、いろいろと考えてみたけど、自分のことより FM 技能案のことが思いついたので書きます。あ、これを読みますか？はいはい、はい、どうぞどうぞ、はい、あ、これだと思いました、うん、違います。いいですよ、いいですよ、はいはい、FM 技能案の社風コンセプトでもあるフリーダムです、うん、新しいスタッフにはこのフリーダムの言葉を使い、風通しの良い職場を思わせておいて、うん、いざ働いてみるとボス山内ジョンウンのワンマン会社で誰かジョンウン仕事をするよりボスの機嫌を取らないとこの職場で生き残っていくことができない、はい、例えばそのヘアスタイル似合ってますね、その素敵なマフラーは自分で選んだんですかとか面白い、うん、とかありそうに見せかけて実はない、このフリーダムをギノワンスタッフはないものねだりしてるはず、してるはず、うん。ちなみに私は山さんのご機嫌を取るためにダンディという言葉を使い、なんとかツイキャスリスナーでブロックされないで生き残ってきましたということですよ。なるほど。そしてほらまた来ましたよ、カレンダーの希望が、うん、願うカレンダーを希望します。願うはちょっとないですね、これは。どうしても10月ぐらいに願うをやりますか？なんで10月なんですか、願うは。
なんか秋の夜長っぽい。秋の夜長。ちょっとパジャマつけて寝顔。おしゃれなパジャマ。おしゃれなパジャマ。ないですね。で本当に寝てもらいます。本当に本当に本当の寝顔。あ、それは何としても阻止しないといけないです。さあどうですか、はい、僕の、ご機嫌を取らないと職場では生きていけないって。私今のところ生きていけてますよ。ご機嫌取ってますか？あなたは僕のご機嫌かなり取ってますからね。取ってますか、うん、いつも僕に要所してるじゃないですか。してますか？今日も素敵ですね。素敵ですね。言ってますね。言ったことねえだろ一回も。まあ今のところやっていけてますよ。それがなくてもそのうちですかね。そのうちですよ。だから勉強して、今日の言葉、そうそう、頂戴しますからね。必要、はい、まあ慣れてこないとね、はい、僕よいしょもできないじゃないですか、はい、うん、だからじゃあどこをよいしょするかっていうのを探りながら、そう、日々ちょっと探りながら、そうですね、みんなの様子も、うん、みんながどうよいしょ、みんなもすごいでしょ、僕をおだてたりしてるの。そこは見たことないですね。見たことない。あのそういう視点で見てなかったかもしれないです。そういう視点でちょっと見てみてください。見てみたらもしかしたら、うん、すごいよいしょしてるから、もうみんなビクビクしてますから。はい。はい、次いきますか。いきますか。はい。お、やっとでマナミンが話してるラジオを聞いてみることができたよ。これは私の友達だと思います、うん、はい、友達くんから、はい、はい、友達くん、ちょうど週末ユンタクスポット違いますね、週末ユンタクトラベラーのことですね。はい、昨日行った読谷ランタン祭りのことプッシュしてたね。ちなみに私は木下大サーカスに日曜日行きますということですよ。ナナナさん、ありがとうございます。ありがとうナーナーさんとじゃあ昨日一緒に行ったの。はい、うーん、ちなみに私も木下大サーカス先週行こうとしたんですが、うん、満席でした。全部の時間、あんなになんだ、はい、すごいね。ナーナーさんどんな方なんですか。は、うん、私よりもっとおっとりのんびりしてるマイペースな、そうなんだ、かわいい、可愛い子ですよ。本当に本当に、後で写真見せます。あ、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、ね、そしてもう一つ忘れてるのがありますよ。はい、はい、あ、失礼しました。本当ね、大変、もう泣くよ。進撃のめいちゃんさん、泣くよ、すいません、あの時リクエスト流したあれで、あ、なんかもう読んじゃって自分の中で。すいませんでした。マナミン&山内さん、おはようございます、うん、朝は相変わらず寒いですね、はい、姉ちゃんです。昨日は有給休暇も終わってお仕事再開したので今日もお仕事です。頑張ります。ではないものねだり、ないものねだりイコールないものを無理に欲しがること、ないものを無理に欲しがったらダメですね。今欲しいけどないものだから無理なんですよね。結婚する相手が…てんてんてん。では楽しく聞かせていただきます。あ、やっぱり恋人系が多いですね、いない方は。それがやっぱ切実なこのないものねだりになってくるんですかね。ね、マスオさんのコメントがね、うん、あったんですよ、それに対して、恋人がいない人は恋人が欲しいと言い、恋人がいる人は一人の時間が欲しいと言う、ないものほど欲しくなるのが人間ということですね。どうでしょうか。すごい。すごい名言まではいかない。はい、ないものが欲しくなる、ないもの欲しくなる恋人ということですが、でも努力してどうにかなるものかね。恋人はまあでもと、あと縁じゃないですか、タイミングとか、タイミング、タイミングだなってすごい思いますよ。おう、はい、例えば、やっぱこの、まあ、もし自分が好きでも相手が好きじゃなければあれだし、で、うん、この相手がやっとで振り向いてくれた頃に自分が別のところ見ちゃったらもう終わりじゃないですか。そうですね、タイミングで、そういうのがある今まで、いや、あるようでないようで。ちょっと違った意味でのタイミングですね、うん、はい、そうそう、時期、時期、はい、
確かにね、タイミングってありますよね。なんかこっちが好き好きしてる時、あっちが全然だったり、でちょっとモーションかけてきたと思ったら、はい、もうこっちはね、別の人がとかっていうのはありますから、タイミングですけど。そうです、はい、はい、あとは紹介するタイミングもありますしね。難しいですね、難しいです、こればっかりはね。まあこれも全部ひっくるめて縁ということなんでしょうか。はい、はい、皆さんまだまだメール、そしてコメントお待ちしております。今日のテーマは、はい、ないものねだりです。ないものねだりですね、はい、タイミングって言おうとしそうになる。テーマが変わりそうになりましたね。ね、ここで一曲お届けします。白子さん、アレサ・フランクリンでシンク。これかっこいいね。お、洋楽ですか。聞いたことある。うん、かっこいい、さすがだね。あれ、今日のフェイスブックの写真は写真写りが割と重視している。何点ぐらいですか。見てないです。見てください。怖い僕は結構可愛く撮れたと思いますけどね。いやでも見るのに時間が、お知らせやろうか。はい、あ、聞いたことありますね。これ CM もあるじゃない。うん、見た？ん？見てないです。あなた何本？ iPhone。 iPhone 何本？え、見えない、なかなかたどり着かない。じゃあ俺が見せる。あー、これなんて50点くらいそうっすか。で、写し方は上手いんですよ。写り方ですよ。これ1枚目のだよ。ん？1枚目ひったいそうもうみんなに笑われますよね。あの、基本目つぶるのが多いんですよ。目つぶる、半目。あ、言いましたっけ、だから妹が私のこの写真の撮り方をちゃんとテクニックを掴んでるんですよ。妹は動画を撮るんですよ。動画撮って、それをその動画で自然に笑ってるところのいいところを切り取るっていう技を使います。超めんどくさいですね妹に言ってくださいそうしないといいのが撮れないんですかそれは申し訳ないですよ、仕方ない。ご機嫌取れよってよ。え、あ、ご機嫌取れよ違う、山内さんの腕が50点なんじゃなくて、私の写り、写る、なんていうんですか、なんてまあ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 さあ、ですね、お送りしてますモーニングエイトですが、はい、今日のテーマ、ないものねだり、はい、あなた、ないものねだり思いつきましたか。さっき忘れてたけど、ないものねだり、うん、あとはあれですね、性格。性格はい、この人見知りなんですよ、私。はいはいはい。だから、あの、この気軽にわーわーわーっていける人が羨ましくて、へー、くらいですかねとかもう数えたらキリがないですよ。キリありましたよね。可愛くなりたい、可愛くなりたい、可愛くなりたいの中にいろいろ含まれてるじゃないですか、やっぱ出てこないもうちょっと白くなりたいとか、あ、色が白くなりたい、はいはいはい、スタイル良くなりたいこのままで言っていけなかったいいか、あ、違う、スタイル、身長の高さ、はいはい、スタイルって何ですか。スタイル、あの、スラッとあ、スラッと、スラッと、女性の言うスラッと、なんだろう、モデルとかまではもう行かなくていいんですけど、うん、スラッと、細い方がいいってこと。まあ細すぎは嫌ですけど、うん、ある程度
やっぱね、そこまでお肉がない方があでもそれはでも頑張らないといけない。太ってないじゃないじゃん。これはもしかしたら気痩せかもしれない。あ、そうなんだ。結構あるかもしれない。ブヤブヤ二の腕とか。あ、本当ですね。太いね。って言われると。って言われるとイラってくる。あーってなる。あ、そうですか。はい。はい。他には。他にはないの？だってもうあれなんでしょ。ちょっと今は切れてしまいましたが、うん、ふと思いつくときにやっぱこうなりたいこうなりたいってなりますよね。例えば芸能人で言えば誰が理想ですか？芸能人理想？うん、あでもガッキーとか可愛いじゃないですか。ガッキーになりたい。ガッキーになれないのでもうなれないって諦めた上で、うん、じゃあガッキーって言っときますとか、あと綾瀬はるかとか可愛いじゃないですか。綾瀬はるか可愛いね、うん、あれスタイルもスタイルもわかりますわかりますわかりますか、うん、言うと思いましたですね、じゃあここで、はい、コメントも特にあれですね、うん、ここでですね、はい、今のままで好きということで、はい、彼女に期待してしまうないものねだり、うん、何ですか、というのがあります。そんなのがあるんですね。はい、男性500人に実施したアンケート、彼女に求めるないものねだりは何でしょうか、はい、8つ紹介しておりますので、はい、そこから抜粋したいと思います、はい、その1、行動力、うん、はい、行動力が欲しいということですよ。行動力、そうかな、行動力欲しいですか。どういった、これは僕は誰のことを言えばいいんですか。誰のこと、彼女、まあ、どっちでもいいですよ当てはまる方でいや行動力は別にですね、うん、その2、知的な会話、はい、その3、いたわり、いたわり、いつもきついので優しい言葉遣いが欲しい。あ、自分の話をいつも優しい言葉をかけてたらどう、別にいいんですよね。別にいいじゃないですか、よくできてるなって満足するんじゃないですかね。なるほど。色気、色気も欲しかった、そういえばないものねだりですよこれも、もう一つ、エロさ、エロさ、あ、エロさもないないな、ないですよね。エロさも、うん、昼間は普通でも夜はエロい、うん、もう少しエッチになってほしいなどなどです。二面性が欲しがっている。あ、ギャップってことですか。ギャップじゃないですかね。やっぱ昼間は真面目に仕事していて、でも夜はちょっとエッチっていう、このたまらないですね。続いて痩せてほしい。あ、ほら、あるんだね。僕そんなの多分ないな。相当太ってないと。割と聞きますけどね。あ、そうなんだ。うん、その7、おっぱい。はい、そこ。そこはね。諦めちゃったからこれくらいでいいやって自分でまあまあいいじゃないですか、はい、はい、続いて最後、料理の腕。あ、うまい料理はどうしてもねだりたくなる、はい、手の込んだ料理をたくさん欲しいということですよ。どうでしょうか皆さん、どうですか、はい、あなた聞いて料理、そうですね、美味しいの作れたらいいんですけどね、うん、この8つ、うん、でもやっぱ足りないものがたくさんありましたねほう、はい、そうですか、はい、か胸とか色気とか、いいと思いますよ。いいですかこれで、うん、これでそのうち身についていきますかねつかない首をかしげてますけど、はい、今日のエンディング曲は、はい、サカナクションで表参道26時でございます、はいはい、大塚健二さん、女子は男ってやつはって思うんでしょうねということですが、うん、そうですね、これを聞いて女子はどう思うんですか。うわもうこんなのきついわと思うの。きついわって思うんですけど、あ、やっぱな、あ、やっぱななって思います。だ、なんか欲しがりそうなやつばっかり料理がとか優しくしてほしいとか、あ、エロいとかね、エロいとか、うん、確かに、もうバッチリ思い通りの思ってた通りの
なんですか、ちょい上から上から目線はい、お送りしてきましたモーニングエイトですが、はい、この後もFM ギナーね楽しい番組続きます、はい、今日夜、はい、12時まで続きますので、はい、皆さんぜひ一日楽しんでいただきたいですね、はい、この後赤ちゃんいらっしゃる、そしてビューティーが登場します。お相手は山内と、はい、まなみんでした。さよなら。さよなら。はあ、何者ねだり、はい、全然お知らせしてないです。読めなかった。忘れてた。これ持ってたのにずっと。